あなたの思考癖があなたの感情パターンや行動パターンを作っています。なので思考を変えれば感情と行動は変わってきます。つまり人生が変わるんです。あなたの不安、落ち込み、怒りそういったものを作ってるのがあなたの思考癖です。そしてほとんどの人は自分の思考癖に気づいていません。なので今回は自分の思考癖に気づいていただく話をします。そしして、て、思考を柔軟にして ご自分の感情パターンや行動パターンを変えていく、その具体的な方法をお教えしたいと思っております。では、話を始めていきたいと思いますが、まずですね、感情というものはどこから発生すると思いますか感情ですね。いろんな感情を僕たちは感じますよね。嬉しい、楽しい、ワクワクする。それも感情ですし、がっかりする、落ち込む、悲しい、寂しい、不安だ。これらも感情ですね。 こういった感情はどこから発生するんでしょうか。ここで一つの出来事を想像してみてください。あなたは朝ゴミを出しにゴミの収集場所に行きました。可燃ゴミを出せる日ですね。燃えるゴミを出せる日にゴミの収集場所にゴミを持って行きました。そこにご近所の奥さんがいたのであなたはおはようございますと笑顔で挨拶をしました。ところがその奥さんはあなたの挨拶に答えずあなたを まるるで無視するかののようにその場を立ち去っていきました。さてこういう出来事があった時にあなたでしたらどんな感情になりそうですか多分人それぞれどんな感情になるのかは違うんじゃないかと思いますけどねあなただったらどうでしょうね不安になる人もいるでしょうねあるいは腹が立つという人もいるでしょうねまた憂鬱な気分になるという人もいるかもしれません全く気にならないという人もいるでしょう同じ出出来事にに、会ってるのに 人それぞれ湧いてくる感情が違うのはなぜだと思いますか出会ってる出来事は一緒ですよね。だけど湧いてくる感情が違う。それはですね、その出来事の受け止め方が違うからなんですね。その出来事をどう受け止めるか。その受け止め方が違うから湧いてくる感情が違う。じゃあ、受け止め方っていうのをもっと わかりやすい言葉で言うと、その時、頭の中でつぶやいたセリフが違うんですね。その出来事に出会った時、頭の中でどんなセリフをつぶやいたか。これが違うんですね。なので、湧いてくる感情が違うということです。そこで考えてみてください。今のその出来事で不安になったという人がいたとしたら、その人はどんなセリフを頭の中でつぶやいたんでしょう。不安という感情が湧いてきた人。 まあ多分いろいろなセリフがあり得ると思いますけど、例えば私嫌われてるんじゃないだろうか。こんなセリフをつぶやいたら不安になりそうですよね。あるいは近所の人に嫌われてやっていけるんだろうか。こんな感じのセリフをつぶやいたとしても、なんか不安な感情になりそうですよね。じゃあ腹が立った人ですね。怒りの感情が湧いてきた人はどんなセリフをつぶやいたと思いますか頭の中で。例えばそうですね。こっちから挨拶してるのになんて失礼な人だ。こんなセリフを頭の中でつぶやいたら、やっぱ湧いてくる感情は怒りですよね。 じゃあ、憂鬱な気分になった人はどうですかねどんなセリフを頭の中でつぶやいたんでしょう例えば、どうせ私なんて疎まれてるんだ。こんなセリフをつぶやいたら、なんか憂鬱な気分になりそうですよね。つまり、頭の中でつぶやいた言葉、頭の中のセリフが感情を生み出している。 と考えられます頭の中に生じた思考と言ってもいいですね。その思考が感情を生み出しているわけですね。その頭の中のつぶやき、思考っていうのは意図せずして自動的に生じてますよね。なのでこれを自動思考と言います。これ特に認知行動療法でよく使われる言葉ですね。自動思考。つまり不安な気持ちになろうと思って意図してその思考をつぶやいたわけじゃないですよね。気がついたら自動的にその思考をつぶやいていた。 だから自動思考なんですね。その自動思考というのは自分の思考癖から自動的に生じてるわけですね。日頃の自分の思考癖から生じてくるわけです。そしてその結果、自分が意図しない感情、意図しない行動パターンを作り出してしまうわけですね。別に不安になりたいわけじゃないのに不安の感情を作ってしまう。そして不安に苛まれているときは、当然行動も消極的になりがちですよね。でも自分はそんな不安な感情や消極的な行動パターンを作り出したいわけではない。 なのに、自分の思考癖から自動的に生じてくる。それが自動思考なんです。なんで、自己否定的な思考癖を持っている人は、自己否定的な自動思考が頻繁に生じるわけですね。で、その結果、感情としては劣等感とか、自己嫌悪のような感情をよく味わうことになりますし、行動も消極的なものになるということですね。なので、思考癖から自動思考が生まれ、自動思考から自分の感情や行動が生まれるというふうに、 考えてくださいそう考えると思考癖ってかなり重要ですよね。自分の人生の鍵を握ってますよね。だけどですね、人は自分の思考癖に気づいていないんですね。なぜでしょう僕たちは出来事を見るときに自分の思考というフィルターを通して見ている。思考というのは で僕たちが出来事を見るときのフィルターです。メガネのようなものなんですね。メガネのレンズを通して出来事を見ている。それと同じように僕たちは思考というフィルターを通して出来事を見ているんです。だけど、そのメガネっていう例えでもうちょっと分かりやすく言うとね、例えば黄色のレンズのメガネをかけていたら世界は黄色っぽく見えますよね。でも本当はそれ世界が黄色っぽいんじゃなくて、メガネのレンズが黄色いわけです。レンズが世界を黄色く色づけて見せてるだけですよね。 だけど、もしも僕たちがこのメガネをかけていることを忘れてしまっていたらですね、ああ、世界は黄色っぽいものだって認識しちゃいますよね。で、思考というフィルターはそんな感じなんですよ。そういうメガネみたいな感じなんですよ。僕たちは思考というフィルター、思考というメガネを通して見ていることを忘れてしまってるんです。なので、実際は黄色っぽく見えたり、あるいはレンズが茶色ければ茶色っぽく見えたりしてるんですけれども、 それが世の中のありのままの姿。それが現実だと錯覚してるんですね。メガネのレンズを通しているってことを忘れてしまってるんです。なので、そのレンズの癖、レンズの特徴に気づいていないということなんですね。そういったことで今からご自分の思考癖に気づいていただく話をしたいと思っております。もう一回大事なポイントを押さえておきますよ。僕たちは出来事を認識するときに自分の思考というフィルターを通して出来事を見ている。メガネのレンズみたいなもんですね。 そういう思考というレンズを通して出来事を見ている。そしてその結果、事実を歪めて見ている。事実に色をつけて見てしまっているということです。あの、マンマミーアという言葉がありますよね。マンマミーアイタリア語の方じゃないんですよ。マンマミーアっていうのは、ありのままに見なさいやっていう関西弁ですよね。 物事をありのままに見なさいやっていう関西弁。まんま見いや。だけど、おーまんま見いやなんて無理なんですよ。僕たちは物事をありのままに見ることはできないんです。それが悪いんじゃないんですよ。ありのままに見ていないってことに気づくことが大事なんですねで。自分は自分なりの思考癖で事実を歪めて見てるんだなと自覚があればいいんですけれども、その自覚がない。むしろ自分は物事をそのまま見てる。ありのまま見てると錯覚してしまってる。 なので自分の思考癖に気づくことがないということですね。この事実を歪めて見てしまうこと、歪めて認知してしまうことを認知の歪みと言います。ちょっと難しい言葉ですね。認知の歪み。まあ、これはよく認知行動療法で使われる言葉ですけれども、事実を歪めて見てしまう、歪めて認知してしまうことを認知の歪みなんて言いますね。 これを認知心理学や社会心理学では認知バイアスなんて言いますよね。この認知バイアスって言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。で、誰もがこれやってるんですけれども、じゃあ僕たちはどのように事実を歪めているのかですね。代表的な認知の歪みを10個今からご紹介したいと思います。多くの人がやりがちな、まあ、代表的な認知の歪み、トップ10ですね。別にランキングではないんですけれども、10個発表していきたいと思います。まず1つ目ですね。 これは善か無可思考と言います。すべてかゼロかという意味ですね。100かゼロか。オール・オア・ナッシング思考とも言いますね。これはどういう思考かというと、物事を見るとき、白か黒か正しいか間違いかという、そういう極端な見方をしてしまうこと。これを善か無可思考と言います。これは結構多くの人がハマってしまう認知の歪みなんですね。なので、完全にうまくやらなければ失敗だと考えてしまうような そういう完全主義的な思考とか、一部でもミスや欠点があったらもう全部否定するみたいな、そういう極端な思考は前科無行思考に陥ってるということなんですよね。例えば自分のやった仕事に少しでもミスが見つかると、もう自分の仕事全体をダメだ失敗だと結論付けてしまう。これ前科無行思考ですよね。いや、そのミスもあるかもしれないけど、できたこともありますよね。なんですけど、前科無行思考は、 100か0かですから、もうどこかにミスがあるならゼロだみたいになっちゃうんですね。素晴らしいかダメかしかないんですね。あとは甘いものを控えていたダイエット中の女性が、今日ケーキを一つ食べただけで、ああ、今までの努力が全て台無しになったと考えて自己嫌悪になってしまうとしたら、これも前科、昔こうですよね。今日ケーキを一つ食べたこと。 まあそれはダイエット上は好ましくないことかもしれませんが、それで今までの努力が全て台無しになるなんてことはないですよね。だけど100か0か思考だとそういう感じになっちゃうんですよね。あとは、ある人の短所、欠点が少しでも見えると、もうその人のことをダメな人だと結論づけちゃう。 自分の意見に賛成してくれないなら敵とみなすとかですね。つまり味方か敵かしかいないわけですよね。これが白か黒か思考ですね。実際は物事というのはほとんどグレーですよね。人間にしたって完璧な善人もいなければ100%の悪人もいないわけですね。現実的に言えば全ての人はグレーな存在なんですけれども、グレーなものをグレーなまま見ることができなくて、いい人か悪い人か、素晴らしい人かダメな人か。 味方か敵かっていうふうに極端な見方しかできないのがこの善科無可思考に陥っている時の特徴です。物事の判断の仕方がこう極端になっちゃうということですね。今、認知の歪みの一つ目でしたね。善科無可思考。次、二つ目ですね。それは一般化のしすぎというやつですね。一般化のしすぎ。例えば、失敗とか嫌な出来事があったりすると、それを全ての物事に当てはめてですね、いつもこうなんだとか、必ずこうなるんだ。 考えたりするなんかそう考えると、この先もずっと同じことが起きるような感じになっちゃいますよね。こういうのを一般化のしすぎと言います。今起きたことなのに、それを一般化しちゃう。いつもこうなんだと一般化しちゃうってことですね。そういうセリフを頭の中でつぶやくと、どんな気持ちになるかってことですよね。例えば、仕事で何度か失敗が続いたとします。そんなとき、俺はいつもこうなんだ。いつも失敗するって頭の中でつぶやいたらどうですかね。絶望的な気持ちになりますよね。 実際は何度か失敗しただけですよね。なんですけど、頭の中では、俺はいつもこうだ。いつも失敗するんだってつぶやいちゃう。これ一般化しすぎてるんですよ。自分では気づいてませんけどね。あとはそうですね、職場の同僚3、4人との関係が悪化しただけで、みんな私のことを嫌ってるって思ってしまうとしたら、これも。 一般化ののしすぎですででよよねね関係学化したのは人ですよ、ね、なんですけど頭の中ではみんな私のことを嫌ってるんだってつぶやいちゃうそうするとものすごい疎外感に襲われますよねあとは34人の友達とうまく意思疎通できなかっただけで誰も私の気持ちを分かってくれないって考えるそうするともう孤独感に襲われますよね誰もじゃないですよねその3人か4人の友達が分かってくれなかっただけですよねなんですけど頭の中では誰も私のことを分かってくれないなんてつぶやいたりするんですねそうするとすごい孤独感 区間に襲われたりしますあとは職場で自分が言った意見に同僚が反論してきた時にこいつはいつも俺の意見に反論してくるんだからって考えると強いい怒りが湧いてきますね実際は4度か5度ぐらいだけかもしれませんけど頭の中では「こいつはいつも」ってつぶやいちゃうこの「いつも」って考えちゃうとそれ腹が立ちますよね。 以上が認知の歪みの2つ目一般化のしすぎでした心当たりある人多いと思うんですよ比較的多くの人に見られる認知の歪みを今紹介してますからねですからご自分に心当たりがあるからといってそれは問題ではありませんそれが普通だと思ってくださいえじゃあ3番目認知の歪みの3番目は早まった結論というやつですこれもね実は結構多くの人ハマっちゃうんですよね早まった結論えつまり十分な証拠がないのにえ具体的かつ十分な根拠がないのに 結論出して思い込んじゃう。信じ込んじゃうことですね。これを早まった結論なんて言ったりします。これ、さらに分けると二つあってですね。一つが心の読みすぎってやつですね。十分な根拠がないのに相手の心を分かった気になってしまうこと。心の読みすぎと言います。もう一つは先読みの誤りと言います。十分な根拠がないのに好ましくない結果を予測してしまうこと。いずれにせよ、十分な根拠がないのに早まった結論を出しちゃうわけですね。 まずは心の読みすぎの例を挙げましょうかね。十分な根拠がないのに相手の心を分かった気になってしまうこと。例えば、会社の廊下で上司とすれ違ったけれども、一言も声をかけられなかったと、その上司から。その時に、あ、私嫌われてるんだって考えて不安になるとしますよね。これ根拠不十分ですよね。確かに上司とすれ違った。そして確かに上司は自分に一言も声をかけてくれなかった。でもだからといって、私は嫌われてるんだっていうのは、 かなり早まった結論ですよね。もしかしたら上司は悩み事で頭がいっぱいだったのかもしれません。あるいは上司は廊下ですれ違う時に声をかけるということにとても躊躇するタイプの、一見そうは見えないんだけど、実は繊細な性格の人なのかもしれません。他にもどんな理由があるかわかりませんが、自分が嫌われていると考えるには根拠があまりにも不十分ですよね。あとは朝友達の留守番電話に折り返し電話ちょうだいってメッセージを入れたのに、夜になっても電話がかかってこない。 そこで、そうかあいつはきっと先日の件でまだ怒ってるんだな中年深いやつだなと考えて腹が立ってくると確かに朝留守番電話入れたメッセージそのメッセージが折り返し電話ちょうだいそれに対して夜になっても電話がかかってこないこれは事実ですけれどもそれが先日の件で相手がまだ怒っているかどうかっていうのは これは分からないですよね。こういったケースでよくあるのは、翌日電話がかかってきて、ごめん、昨日風邪で寝込んでたんだよ、なんてことがよくあったりしてね、えらい早まった結論だったってなることありますよね。もう一つですね、今、心の読みすぎの例ですね。その例を二つ挙げましたけど、もう一つの先読みの誤りですね。 十分な根拠がないのに、好ましくない結果を予測しちゃうこと。これも例を2つぐらい挙げてみたいと思いますが、ある女の子、今は恋人との関係が良好なのに、いずれ私は見捨てられるんじゃないかって気がするので、相手に頻繁に、ね、私のこと好きって聞いてしまう。そして、相手のことを監視したくなる。スマホの履歴見せてとか言っちゃう。これも十分な根拠ないですよね。 いずれ私は見捨てられるという気がするだけで、私のことが好きじゃなくなっちゃうんじゃないかという気がするだけで、そういう確認行動をしちゃうとしたらですね、これ十分な根拠がないのに結論付けてしまってる。早まった結論ということですよね。あとは何かで失敗をした人が一度失った信用は回復できないだろうって思うので、自暴自棄になっちゃう。つまり信用回復のための行動をする気になれないとしたらですね、これも早まった結論。 って言えますよねその信用が回復できるかどうかはやってみないとわかんないですよねだけど十分な根拠はないのに一度失った信用が回復できないと結論付けちゃうもしかしたら自分の親が口癖のようにそれを言っていたのかもしれませんだけどそれだけでは根拠として不十分 なんですけど、その不十分な根拠で結論付けてしまうとしたら、これも早まった結論ということになります。なお、この早まった結論した場合ですね、その結論通りの結果になることが多いんです。なんでだと思いますか早まった結論出しますよね。否定的な結論出しますよね。そうすると、その否定的な結論、否定的な予測を前提にして行動するので、結果的にはその予測通りの結果に至りやすくなっちゃうんです。例えば、この上司は私のことを嫌ってるんだって思い込むと、 もう嫌われてるという前提でその上司と接するので、その上司からもなんかこいつ感じ悪いなってことになって、結果的に本当に嫌われるってことにもなりやすいってことですね。あるいは、この恋人に見捨てられるんじゃないかって勝手に思い込んで、頻繁に私のこと好きってしつこく聞いてしまう。相手のスマホの履歴を見捨てしつこくやってしまう。しまいには相手からもうお前といると思いんだよっていうふうに、結局別れを切り出されてしまう。まさに自分の予測通り。 早まった結論の通りの結果になってしまう。なのでこれを自己成就予言っていうんですね。自分で実現してしまう予言っていうんですけどもで、その時に確信するんですね。やっぱり自分の予測は正しかった。だけどこれは実は勘違いなんですよね。予測が正しかったんじゃなくて、予測は早まった結論でしかなかったんですけど、その予測を前提に行動したので、その予測通りの結論を作ってしまったっていうのが真相なんですね。ちょっとそこは余談でしたけれども、認知の歪みの3つ目は、 早まった結論というやつでした。さて、四つ目ですね。これは多くの人に心当たりあるんじゃないでしょうか。べき思考というやつです。自分に対して、あるいは他者に対して、何々すべきだとか、何々すべきではないとかですね。あるいは、何々でなければならない。何々であってはならない。そんな風うに考えるのをべき思考と言います。例えば、人に嫌われるべきではないという思考。 これまさに激思考ですね。人に嫌われるべきではないっていう考えを持ってる人はどうですかもう誰に対しても愛想よく振る舞ってしまってとても疲れますよね。また誰かと気まずくなっただけで不安になります。だって人に嫌われるべきでないと思ってるってことは、誰かから嫌われるってことは起きちゃならないことになるわけですよね。起きるべきではないことが起きたことになりますから、もうこれ非常に不安になったり、非常に混乱したりします。 だけど誰からも嫌われないってことは不可能ですよね。そのぐらいこのべき思考との融通が効かないんですね。部下は上司に礼儀正しくするべきだっていう考えを持ってる人は、ちゃんと挨拶をしない部下にめちゃくちゃ腹が立ったりしますね。これも起きるべきではないことが起きてることになるからですね。あとはそうですね。妻は夫の意見を立てるべきだみたいなこの古風な思い込みですね。そういうべき思考を持ってる人は、 妻から反対意見を言われるだけで逆上してしまうんですね。え、怒ってしまうということにもなりかねないですよね。そのぐらいこのべき思考というのは融通が効かないので目の前の出来事に対して 腹を立てたり、過剰に不安になったりという、そういう結論をもたらしています。あと次、五つ目ですね。自己関連づけというやつですね。これは良くないことがあると、自分との関連性を裏付ける根拠が乏しいのに、自分のせいだと考えてしまう。例えば、ある女性、晩ご飯の時、夫と食事してると、なんか夫の機嫌が悪い。それで、あ、私何かまずいことを言ったかな。まずいことしたかなと考えて、夫の機嫌を取り始めてしまう。こううの自己関連づけと言いますね。 夫の機嫌が悪いんですけれども、自分のせいじゃないかとご自分に関連づけてしまう。あとはそうですね。ある親ですね。子供の成績の悪さを見てですね。ああ、私の育て方が悪いんだと自分を責めてしまう。これ自分の責任にしちゃうと結構辛いですよね。でもこれも自己関連づけですよね。私の育て方が悪かったんだっていうね。あとは飲み会の幹事の人がね、その日の飲み会が盛り上がらなかったとして、 今日の飲み会が盛り上がらなかったのは漢字の自分の責任だってすごい自分を責めるとしたら、これも自己関連づけですよね。なんで自己関連づけの癖が強い人は、すごく自分を責めがちですね。以上ですね、ここまでで5つですね。僕たちの思考は、実は事実をありのままに見ていない。事実を歪めて解釈しがちだと。 じゃあ、どんな風に歪めるかっていうことで、10個代表的なものがあるんですけど、ここまで5つ話しました。6番目は、部分的焦点付けと言います。部分的に焦点付けてしまう。つまり、否定的なことにのみ焦点を合わせてしまって、他のことが見えなくなってしまうってことですね。例えば、自分のやった仕事に対して、職場の8割ぐらいの人は、よくやったんじゃないって評価してくれていて、2割ぐらいの人がですね、今一つだと低い評価をしているとしたら、 これかなりいいですよね。8割の人が高い評価、ちゃんと評価してくれてるわけですから。だけど2割の人の低い評価が非常に気になるっていうのがこの部分的焦点付けです。2割の人から低い評価されたってことで落ち込んでしまうんですね。あとは、 そうですね。例えば髪型をショートカットにした女性が何人もの友達からあいいんじゃないとか似合うと思うよって言われたのに、たった一人の友達から長い方が良かったよって言われたことで、あ、やっぱり私には似合わないんだって考えて落ち込んじゃ髪型を変えたことを後悔してしまうとしたら、これも部分的焦点付けですね。もう否定的なことにのみ焦点を合わせてしまっているために全体が見えなくなってしまうという、そういう認知の歪みです。7番、プラスの否認。 ですね。これは物事の肯定的な面の価値をちょっと割り引いたりですね。肯定的な面を否定したりすること。これをプラスの否認と言います。例えば自分がチームのリーダーとしてやった仕事を上司から評価されているのに、いやいや、もっと頑張ろうと思えば頑張れたはずだ。それに他の人がリーダーをやっても、このぐらいのことはできるはずだ。なんていうふうに考えるために、素直に喜べないとしたらですね、これプラスの否認をしてるんですね。物事の肯定的な面を割り引いてしまっている。 あるいは否定してしてててまってるっるですねあるいはある女性が友達から「あなた料理が本当に上手ね」って褒められてるのに「何言ってんの専業主婦やってれば誰でもこのぐらいできるものよ」なんて言ってしまうそして頭の中でもそんなふうに考えちゃうそうすると素直にありがたいと思えないわけですよねこういうのをプラスの否認と言います さあ次行きましょう。8番目。拡大しと縮小し自分の失敗や自分の欠点は実際以上に大げさに考えます。自分のダメなところは拡大視をします。一方、自分ができたこと、自分のいいところは過小評価します。つまり縮小視し,しちゃうんですね。自分のダメなところは大げさに考え、自分のできてることは過小評価しちゃう。これを拡大しと縮小しと言います。また、他人が達成したことや他人のいいところは課題に評価します。 あの人あんなにすごいのにっていうふに他人の失敗とか他人の欠点は小さなものと見るこれも拡大視と縮小詞ですねなんで、えー、自分の欠点と他人の欠点が同じ欠点だとしてもですね自分の欠点は致命的な欠点だと思えてしまうだけど他人の欠点は大したもんじゃないあの人なら乗り越えると見えてしまうこれ拡大視と縮小詞ですね自分と他人が同じような失敗をしても自分がやった失敗はもう取り返しがつかないものに見えてしまう だけど他人が同じ失敗をしてもそのぐらいは取り返せるだろうと思ってしまう。こういったものが拡大しと縮小しです。なので常に他人はすごい人に見えるけど自分はダメな人に見えるってことですね。はい、9番いきましょう。 9番は、レッテル貼りです。自分や他者にレッテルを貼ります。実際は自分も他者も様々な特徴を持っている人間ですけれども、それを一つのレッテルにすり替えてしまうこと、これをレッテル貼りと言います。例えば、なかなか仕事で昇進できない自分のことを、俺は負け犬だ、負け組だ。 と決めつけてしまうと、めちゃくちゃ惨めな気持ちになりますよね。この俺は負け組だっていうのがレッテル張りですね。あるいは仕事でミスをした時に、私はダメな人間だってレッテル張っちゃうと、それをひどく落ち込みますよね。これがレッテルの効果ですよね。まあ、今のは悪い効果ですけどね。 あとは自分の提案をなかなか採用してくれない上司に対して、この人石頭っていうレッテルを貼ったとしますね。そうするともうその後は上司の言動の全てが頑固に見えてきます。こういったものをレッテル貼りと言います。認知の歪みですね。さあ、認知の歪みの最後、10個目はですね、感情による決めつけというものです。客観的な根拠に基づくものじゃなくて、 自分がそう感じてるからそうなんだって判断しちゃうこと。それを感情による決めつけと言います。もう何の希望もないように感じる。だからこの問題はもう無理だ。これはもう自分がただそう感じてるだけで十分な根拠はないんですけれども。だけど自分がそう感じるからもう無理だとかですね。なんか私罪悪感を感じる。だから私悪いことをしたんだとかですね。この根拠を検証するんじゃなくて、自分がそう感じるからそうなんだとか。私がこの人と一緒にいてこんなに辛いんだからこの人はひどい人だとかですね。こんなふうに自分の感情を 感情によって物事を決めつけること。これを感情による決めつけと言います。以上ですね。えー、認知の歪みで代表的なものを10個ご紹介しました。じゃあ、どのようにして、この認知の歪みに振り回されるのではなく、思考を柔軟にしていけばいいのかということですね。これのシンプルバージョンを今日はお伝えします。まず、今の自分の考え方を紙に書き出して、認知の歪みに気づくということが一番最初にやることです。紙でもいいし、ワープロでもいいし、 スマホのメモ帳のようなもんでもいいですけど、とにかく書き出して目に見えるようにしてください。そして自分の認知の歪みに気づくことです。そして自分のその見方、その考え方が全てではないっていうことを確認してください。自分はこのように見てるんだ。このような考え方をしてるんだ。あ、ここに認知の歪みがあるな。だけどこの考え方が全てじゃないんだよなっていうふうに、まずは書き出して、そうやって自分の考え方を客観視してください。 そして特に認知の歪みに気づいてください。そして次にやることは他の考え方、他のものの見方を思いつく限り上げてみます。サイコロ思考という言葉があります。サイコロというのは6つの面がありますよね。なので物事には最低でも6つの見方がある。これをサイコロ思考と言います。なので今の自分がやっているものの見方は 一つの見方。なので、少なくともあと五つは別の見方があると考えて、えー、少なくともあと五つの見方を検証していきます。どんな見方があるかを。 探していきます。これも例を挙げましょう。例えば、A 子さんという人は、職場の上司に対して、いつも内心腹を立てています。なぜかというと、その上司は、A 子さんが仕事でちょっとミスなどすると、すぐに怒るんですね。怒りっぽい上司。で、その職場で一番よく怒られるのが A 子さん。だから A 子さんは内心その上司にめちゃくちゃ腹を立てています。そして、その上司の顔を見るだけで最悪な気分になります。じゃあ、その怒り、最悪な気分は、 英子さんのどういう思考から生じてるかっていうとですね、英子さんはこういう考えをしてたんです。あの上司は最低だ。あの人は私を目の敵にしている。あの人のせいで私は仕事を楽しめない。あの人のせいで私の人生は最悪だ。というものの見方、考え方をしていたんですね。あの人のせいで私の人生最悪だというね。これは一つのものの見方でしかないんですが、あと他に五つ以上他の考え方を挙げていくんですね。これがサイコロ思考ですね。どんな考え方がありますかね、他にね。 私を目の敵にして、あの人最悪だあの人のせいで私は仕事を楽しめないっていう考え方の他に、僕の方でいくつか例挙げておきましょうかね。例えば、上司は私に期待してくれてるんだ。私に全く期待していないならば、私を叱ることもないはずだ。期待に応える力が私にあると思ってるから私を叱るんだ。それだけ私は見どころがあるんだろう。これも一つの考え方ですよね。あとは、上司は、 精神的には未熟な子供なんだ。だからすぐに怒りを爆発させるんだ。一方、私は大人だ。ガキには言いたいだけ言わしておけばいい。こういう考え方もありますよね。あとは、あの上司の下で働くのはいいトレーニングになる。怒りっぽい人への免疫力と対処法を身につけるトレーニングになる。これを身につけたらこの後の人生怖いものなしじゃないか。よっしゃ。怒りっぽい人への対処法に磨きをかけるばく。この上司との関係。 今日ももトライアンドエライエーでい試しててみよう、うなんていう考え方もあるかもしれません。あとは、不満ばかり募らせるのはやめて行動を起こしてみよう。思い切って上司に行ってみよう。いつも怒られてばかりで辛いですって。それで上司が変わらないならやめたっていいじゃないか。転職したっていいじゃないか。とにかく行動を起こすんだ。なんていう考え方もあるかもしれません。あとは、あのような人が上司であるということもきっと何かの意味があるのに違いない。その意味が何なのかは、今は分からないけれどもきっと深い意味があるんだろうっていうそんな考え方もあるかもしれません。 あとは仕事だけが人生じゃない。仕事以外の趣味や楽しみを見つけてそっちで人生を楽しもう。もう仕事はお金をもらう手段だって割り切って仕事以外の世界に私は生きがいを見出すぞ。そうやってこう人生を楽しもうっていう考え方もあるでしょう。いくつか挙げてみましたけど、こんな風に探すといくつも考え方は見つかります。そしてその中から最も役に立ちそうな考え方を採用するんです。これがどのようにして思考を柔軟にしていけばいいかのシンプルバージョンです。 まず自分の考え方を紙に書き出して、紙じゃなくてもいいですよ。書き出して認知の歪みに気づく。そして他の見方、考え方を少なくとも5つ以上挙げてみます。 そしてその中で最も役に立ちそうな考え方を採用します。これが思考を柔軟にするシンプルバージョンです。本格的に思考の柔軟化をしたい場合はですね、認知行動療法の中の認知再構成法というのが最強です。もしかしたらライブの中で少し簡略化してお伝えするかもしれませんが、最強の方法としては認知再構成法というのがありますよってことをお伝えしておきます。ということで、えー、まず自分の思考癖に気づいてですね、そして最終的にこの思考を変え、 感情と行動、さらに人生を変えていくというお話をしました。僕たちの思考ってのは結構凝り固まった見方をしてしまいがちだということですね。僕たちは歪んで物事を捉えるんだということです。で、それでいいんです。それは避けようがないことですから。僕たちは物事をありのままに見ることはできないということが、これは認知心理学でもうわかってるんです。大事なことはそれを自覚することなんですね。 自分は物事をありのままに見ているわけじゃないということを自覚すること今日はどんな歪みがあるか僕たちはどんな風に物事を歪めているかという代表的な10個のことをお教えしましたしそれを柔軟にするためにできるシンプルバージョンをお教えしましたシンプルですけど非常に強力な方法ですので ぜひやってみてください。ということでですね、次回の予告ですね。次回は人間間のパラダイムシフトを起こすような話をしようと思ってます。あなたは自分という人間をどのくらい素晴らしい存在だと感じていますかあるいはあなたは身近な人に対してその人のことをどのくらい素晴らしい存在だと感じることができていますかその人に対してどのくらい尊敬心を持つことができていますかそれはあなたがどんな人間感を持っているかによって決まるんですね。人間というものをどれだけ素晴らしいものだと感じて その人間観が大きくバージョンアップするような話をですね、次回はトランスパーソナル心理学だとか、ユング心理学だとかの話も紹介しながら展開するつもりです。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。ということで今日はこの辺りにしたいと思います。今日はありがとうございました。ではまた